韓国、タイ、サウジアラビア。このゲームの解説は風間彌弘さんでお楽しみいただきます。両チームのメンバーがこれから入場してくるところですが、風間さん、なかなかいい雰囲気じゃないですか。本当にいい雰囲気ですね。素晴らしい雰囲気です。体全体に歓声が響いてくる感じがしますね。面白い試合になることを期待しています。そうですね。ル・コンコルドが今日の熱戦の舞台です。フランスに10万人規模の大きなスタジアムという60年余りの悲願が結集したスタジアムです。最大収容人数はおよそ8万人です。両チームのメンバーが今日の審判団を先頭にドレッシングルームからピッチに姿を現しました。両チームの選手がこれから握手を交わすところです。今日はピッチの上でも場内の観客席でも素敵な映像がたくさん楽しめるんじゃないかと思っています。韓国、試合前に監督は綺麗な布にシミがつくように、これまでも弱い相手との試合ほど辛さを味わってきた、後で驚くような結果にならないように再生を尽くさなければならないと語り、選手マスコミに釘を刺しています。両チームのメンバーを皆さんにはご覧いただいているところです。さて風間さん、まもなく試合が始まります。どんなゲームを期待しますか。両チームが何を押し出してサッカーをしていくのか、これが一番見たいところですよね。そうですね。どうやらエンドは左、韓国、サウジアラビア、右にエンドのようです。さてキックオフ、ゲームが始まりました。韓国、かなり分厚く守っています。チェソンウォン、アンジョンナ。さてどう組み立てるでしょうか。マークはついていません。ナイスカット、タカル、ユソンチュ、ルーズボールを拾います。チェオンス、縦にボールを入れます。キムデヨ、ユソンチュ、こぼれ球を拾います。アンジョンナ、ソレイマーニ、1対1に強いディフェンスです。ファールで止めに行きました。さてフリーキックのリスタート。キムデヨ、このボールをピックアップ。左のアウトサイドを使います。キムアミ、イオンピョ、イオンピョ、ユソンチュ、ユソンチュ、自分で行きます。アルワカド、高い位置で奪った。シュートを打ちます。パンチング、大きく蹴ります。できればクリアせず味方につなげたいところでした。カットされた。ユソンチュ、ボールを取られません。中に入れてくる。ヘディングでクリアします。いやー、これ攻めろ。狙ってくる。ワンハンドでパンチング。アルデアイエ、パンチングで逃れます。サウジアラビア、ボールを取り返しました。あー、これはファールになります。ロングキックで一気に前線とボールを運びます。カバーします。マークはついていません。ユソンチュ、タカル、今日は読みが当たっています。いいディフェンスですね。クリアボールを拾います。韓国、後ろにしかパスコースがありません。クロスを入れてきます。ヘディング、決めた。均衡を破れました。1対0、韓国ゴールです。1点入りましたから、これから良いリズムになるんじゃないですか。サウジアラビア、逆に彼らはこれを逆に開き直る材料として思い切ってやってもらえれば全然問題ないと思いますよ。アルジャバー、アルハタラ、相手はすでにラインを整えてしまいました。激しいチェックです。いやー、この辺のね、1対1も見応えありますね。サウジアラビア、今日1本目のコーナーキックです。綺麗に首を振った。ゴールゲット。入りました。アルトさん、同点ゴールです。
と追いつきました。これでゲームとしては面白くなりましたね。韓国キックオフです。さあ1点を取り返しに動きます。アルワカドボールを取り返しました。タカル大きなクリアを見せてきました。イ・インソン、アン・ジョンマン、ルーズボールを拾います。ここはじっくり対応した方がいいですね。前に出るキーパーいい判断でした。キム・デヨン、キム・デヨン、さてどう組み立てるでしょうか。あれ、これは不用意なプレー。後ろからのタックルです。テレビゲームでしか許されないでしょうね。サウジアラビア壁は3枚です。どうしたんでしょうか。なかなか蹴りません。これは合いません。カバーします。ファールはありません。プレーオンです。チェソンを、イ・ジョンス、チェオンス、いいボールが入りましたね。ヘディング、アルデアイエ横っ飛びでキャッチ。ロングボールを蹴っていきます。セカンドボールはキム・デヨン、いいカバーリング。キム・アミン、アン・ジョンナ、ユ・ソンチョ、ボールをもらいに行きます。イ・ジョンス、ユ・ソンチョ、アン・ジョンナ、シュート、アルデアイエ、さすが守護神といったプレーです。いい判断でしたね。カットされた。アン・ジョンナカットした。縦にボールを入れます。キム・デヨン、クリアボールはマイボールになりました。トウ、プレー続行です。ファールは取りませんでした。カットされた。ここは狙いどころですね。中盤で取り返す。ソレイ・マーリ、ソン・キヒョン、アン・ジョンナ、サポートに来ました。チェオンス、タカル、当たり負けしないフィジカルを持っている。こういうところで強いですよね。スローインを受け取る選手がいません。これは通りません。アルジャハリ、アルドサリ、一旦下げます。後方から組み立て直します。ユ・ソンチョ、いいカバーリング。ハーフウェイラインあたりでカット。タカル、単純に放り込んできました。オフサイドです。今日初めてのオフサイドです。韓国リスタートを切ります。イ・インソン、センターへ、ナイスカット。高い位置で奪った。狙ってくる、スグロ・マービン、ここはよく守っています。ロスタイムに入りました。ロスタイムは3分です。ロングパスが通った。クロスボール、クリアボールはマイボールになりました。胸でボールをトラップ。ロングボールを蹴っていきます。アルジャハニ、効いてますね。ファーストハーフが終了しましたね。ファーストハーフはどんな印象かまとめていただけますか。風間さん、試合の入り方を失敗しましたね。点を取ることだけに集中してしまいましたね。常にどんな相手でもしっかり勝負をしていく、これが大事になりますね。韓国、さてセカンドハーフの課題ですが同点。さあ指揮官は何を考えるでしょう。セカンドハーフです。さて両チームどこで仕掛けてくるでしょうか。ユ・ソンチョ、ドリブル、ミドルレンジからのシュート。サウジアラビア、ディフェンダーがブロックに入りました。アルジャバー、キム・デヨン、ボールを取り返しました。さてどう組み立てるでしょうか。
キムアミ、アンチョンマン、狙ってくる。アルサクリ、ルーズボールを拾います。ロングボールを蹴っていきます。どちらのボールになるでしょうか。マークはついていません。チェオンス、スブロマ、大胆にミドルレンジのシュート。クリアボールは大きい。サウジアラビア、ひとまず外に出しました。迷わずにはっきり外にクリアしましたね。縦にボールを入れます。アルドサリ、アルジャバー、こぼれ球を拾います。アルテニヤート、ここで出ました。さあここで選手の交代があります。アブドラ・アルイシャハラー入ります。アルジャバー、アウトです。風間さん、アブドラ・アルシャハラーに彼に対する指示というのはどういうものでしょうか。当然前に張ること、それからやっぱりシュートですね。そこの場面にどんどん出ていくことですね。ハーフエーライあたりでカット。チェソンゴ、アルワカド、効いてますね。さてどう組み立てるでしょうか。イ・オンピョ、キム・アミ、よくカバーしています。右へ、ここからビルドアップ。アルテミアート、キム・アミ、ルーズボールを拾います。サイドにパスを散らしています。韓国、ボールの出しどころがありません。アルワカド、マークについています。ディフェンダーを引きつけてパス、クリア。ダイレクトでタッチラインを割りました。クロスボール、カバーします。カットされた。縦にボールを入れます。中に入れてくる。タカル、このボールをピックアップ。サウジアラビア、タッチラインにクリアします。タカル、ボールの出どころがよく分かっています。サウジアラビア、ひとまず外に出しました。簡単にクリアしすぎますよね。しっかりつないでいけば大きなチャンスになるんですけれどもね。もったいないですね。アルサクリ、大きく蹴ります。ちょうどエンドの中盤くらいのところからスローインを入れました。早めに放り込んだ。綺麗に首を振った。アルジャハリ、こぼれ球を拾います。思いっきり打った。スブロマウイ、ルーズボールを拾います。キムアミ、中に入れてくる。ナイスカット。彼がコースを先取りして読んでいましたね。ユソンチョ、ああいいディフェンスでしたね。アルハタラ、今日はよくボールを取り返しています。アルハタラ、ボールキープしています。ここはディフェンダーが戻りきれていません。クロスボール、ヘッドで跳ね返す。ユソンチョ、ユソンチョ、ドリブルで持ち込む。体を投げ出してのシュート。アルデアイア、しっかり抑え込みました。キーパー落ち着いています。カバーします。キムデヨ、ボールをもらいに行きます。ここは慌てないことですよ。アンジョ、思いっきり打った。スブロマウイ、シュートコースに入りました。アルテミヤート、ここは狙ってくる。キムアミ、身を挺してこのシュートを防ぎました。アルワカド、ボールを取り返しました。タカ、1対1に勝ちました。アンジョンマ、ルーズボールを拾います。チェオンス、タカ、センターの方向をしっかりとカットしています。オフサイド、フラッグが上がりました。サウジアラビア、最後のカードを切ってきました。アルワッカ、
ハル投入です。ここで選手を変えます。ハルト思い切ったプランを立ててきましたが、一気に選手を交代させてきました。チェ・ジョジン、イ・グリョン入りました。アン・ジョンマン、イ・オンピョンアウトしました。チェ・オンス、マークはついていません。イ・ジョンス、チェ・オンス、ミドルシュート、キーターパンチング、カウント、コーナーキックでリスタートです。ゆっくりと弧を描くボールを蹴りました。ヘディング、チェ・オンス狙ってくる。カウント、コーナーキックを取りました。キムデヨン上がってきています。彼の頭に合わせるんでしょうか。どうしたんでしょうか。ヘッド、あ、外してしまいました。いや、決定的でしたね。少しコースを気にしすぎましたね。ロングフィード、チェ・ジョジン、ドリブルで持ち込む、勝負に行く、ナイスカット。クリアボールは小さい、ゴールキックに変わります。チェ・オンス、いや、追加点ができてますね。キーパーと1対1。アルハルビ、当たり負けしないフィジカルを持っているアルハルビ、よくここは守りました。サウジアラビア、ここは人数に余裕があります。狙ってくる。ロスタイムに入りました。ロスタイムは4分です。キムデヨン、ゴール前に上がってきています。ゆっくりと弧を描くボールを蹴りました。ヘディングでクリアします。クリアボールを拾います。ロングボールを送りました。クリアは味方につながりました。アルジャハン、セカンドボールはハーフウェイラインあたりでカット。チェ・ジョジン落とした。アルサクリ、きっちりカットしました。ここでセカンドハーフも終了しました。両チームのメンバーが延長戦の戦いに備えてしばしの休憩を取っているところです。これから両チームの選手とも最後の力を出して延長戦を戦うわけですが、ポイントはどんなところになるでしょうか。笠間さん、当然疲れているのは分かっているわけです。これだけ疲れている中、果たしてどういうプランを通すのか、監督の手腕が問われるでしょうね。そうですね。まもなく延長戦のキックオフです。では今日のハイライトです。キックオフです。ゴールデンゴール方式の延長戦、前半が始まりました。ハーフウェイラインあたりでカット、センターに入れます。カットされた。アルテミヤート、アルサフルフーブ、キムアミン、いいカバーリング。あー、ファールを取られました。正規のタックルのように見えましたが、どうしてこれがファールになるんでしょうね。レフリーの位置からすれば見えにくい位置でしたね。どうでしょうかね、今のは。クロスを放り込みます。キーパーしっかりとキャッチ。激しいチェックです。激しいですね、このあたり。アブドラ・アルシャハラーニ、イ・インソン、ボールを取り返しました。ここは一旦サイドを変えます。綺麗にサイドの選手にパスが渡りました。チェ・ジョジン、タカル、センターの方向をしっかりとカットしています。相手のディフェンスの薄いところを狙っています。アルドサリ、アルテミヤート、カット、カント、深い位置からカウンターに行けるでしょうか。カットした。しっかり狙ってますね。アルハルビ、ピフティのボール、クリアボールを拾います。チェ・ジョジン、縦にボールを入れます。ナイスカット。カットされた。手が鳴ります。ベレス、ファールがありました。
スブロマウイ、フリーキックを蹴ります。ドリブルで持ち込む。チェ・ジョジン、ここは少し流れを落ち着かせます。アルジャハニ、ここはよく守っています。サウジアラビア、深い位置からカウンターに行けるでしょうか。ソン・キヒョン、ユ・ソンチョン、よくカバーしています。勝負に行く。中、激しいチェックです。ダイレクトでタッチラインを割りました。ここで延長戦前半が終了しました。風間さん、韓国どういうプランを立てるでしょうか。当然疲れているのは分かっているわけです。これだけ疲れている中、果たしてどういうプランを通すのか、監督の手腕が問われるでしょうね。なるほど、そうですね。アルテミア、ルーズボールを拾います。カットした。チェ・ジョジン、カットされた。しっかり狙ってますね。どちらのボールになるんでしょうか。ユ・ソンチョン、チェ・ジョジン、シュートを打ちます。シュートを打ってきました。チェ・ジョジン、積極的に打ってきました。いや、狙いは面白かったですよ。これは50のボールになります。チェ・オンス、このボールをピックアップ。チェ・オンス、ボールを取られない。シュート、高い。身を挺してこのシュートを防ぎました。よく守りましたね。チェ・オンス、素晴らしい。勝利しました。というのは面白いもので、守備で固めたチームが点を取られるとやっぱり不利ですから、点を取るという確信がないと平常心に戻れないんですね。いつでも点を取れるよというチームであれば安心してそのままやり続けることができるんですけどもね。そうですね。韓国、風間さん、どんな感想をお持ちになったでしょうか。手堅いサッカーですよね。勝つための術、勝ち抜くやり方っていうのをよく知ってますよね。では今日のハイライトです。韓国対